このファイルでいいのか？ずいぶんと人が集まっていますわね。お昼寝して元気が有り余っているのかしら。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。本日は残念ながら天候にも恵まれず、観測会は中止となってしまいました。その代わりといってはなんですが、ちょっとしたレクリエーションをしたいと思います。え、どういうことなの？白鳥織姫さん、お誕生日おめでとう。おめでとう。本日3月14日は我らが月の女神白鳥織姫さんの誕生日です。ということで、ただいまより月の生誕祭として盛大にパーティーをしたいと思います。それでは皆さん、改めてもう一度、お誕生日おめでとうございます。皆さん、どうもありがとう。さすがに驚いたわ。白鳥さんがいなければ我々むつら星の会がこうして再び集うこともありませんでした。彼女の情熱と努力があって今ここに我々がいます。そのことに心より感謝を。そして今日という日をお祝いしたいと思います。それではまず最初に、白鳥さんと交際中の空見明人くんからプレゼントの贈呈です。って、あなたの仕業だったの？
星？ありがとう。とっても素敵だわ。でもホワイトデーとセットなの？それはちょっと残念ね。そう？ならいいのだけれど。いいわね、こういうの。たとえ作り物だとしても、星は星だわ。決して劣るものではない。そう、そこに思いが込められているのだら。優しい。ありがとう、アキト君。とても素敵なバースデープレゼントだったわ。姫ちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとう、コロナさん。白鳥さん、私からはこれを。あら、星の砂ね。素敵だわ。姫さん、私からのプレゼントはこれだよ。開けてみていい？一眼レフですわよね。いいの？いいんだ。使わなくなったカメラだから。デジイチでもかなり古いやつだしさ、いいカメラでずっと大事にしてたんだけど、最近は使わなくなってて。ショップに売るくらいなら大切な仲間に持っていてもらいたいんだ。ダメかな。ありがとうございます。このカメラはあなたの思いが詰まったものなのですね。そうだけど、あんまり言うなよ、照れるだろ。神野さんは私のこと大切な仲間だと言ってくれました。そのことが私は何よりも嬉しい。どうもありがとう。大切な仲間の贈り物ですもの、大事に使わせていただきますね。ああ、うちの子をよろしく頼むよ。やべえ、これだ。そういえば、吉岡がまだね。吉岡、あなたのプレゼントはありませんの？このパーティーが私からのプレゼントですと言いたいところですが、それだと納得してもらえませんよね。なので私からはこれを差し上げます。
むつら星の会の会員証です。名誉会員第1号として登録させていただきました。やはりあなたは私が何を好むのか一番理解しているようね。もちろんです。私はあなたの思いを受け継いだたった一人の後輩なんですから。ありがとう、ヨシオカ。いい後輩を持って私は幸せですわ。もう、こっちに来て。あ、いいな。では、コロナさんも。はい。あ、姫ちゃんの手あったかーい。いいな。あ、いいな。なるえちゃん、いいかな。いいよ、ほら。やった。あんま興奮しないの。女の子の手はもっと優しく握るもんだよ。すいません。このまま観測地まで行けないでしょうか。時間も遅いですし、この曇り空です。しっかりした照明なしでは厳しいですね。手をつないででもダメなの？今日は諦めてください。明日はいいお天気になってください。星を見せてください。お願いします。出てください。ですわ。なるえちゃん、悪いんだけど、うちの妹のことを頼めるかな。別にいいけど。こいつは俺が運ぶから、一緒に来てくれ。うん、わかった。それじゃ姫さん、うちらはこれで。じゃあな、アキト。
先輩、こちらの片付けは我々がやっておきますので、そろそろお開きにしましょう。ここで手伝いを名乗り出るのは野暮というやつなのかしらね。そうね。では皆さん、お先に失礼します。本日は素晴らしいパーティーをありがとうございました。さすがに疲れたわね。ありがとう。温まりますわ。あら、日付が変わってしまうわ。その前に、私まだあなたからいただいていないのだけれど。一体何を用意してくれたのかしら。あの飴でできた星よりも素敵なのよね。サイズはどうしたの？よくわかったわね。なるほどね。吉岡ならお母様とも連絡が取れるでしょうし。大丈夫よ。たとえ気づいたとしても気づかないふりをしてあげたわ。だってあなたからの大切なプレゼントですもの。そこに水を差すわけにはいきませんわ。それよりもこれはどうするべきかしら。左手はまだ早いですから、今はこちらに。少しくすぐったいですわね。でもすごくドキドキして。ありがとう。24時を過ぎてしまったわね。24時を過ぎたらシンデレラの魔法は解けてしまうのかしら。
の月の出は23時過ぎだったはずよね。これも誕生日プレゼント？吉岡、分かっています。みんなに指示を与えないと。分かっています。限界まで観測の時間が取れるように今のうちに帰り支度を進めるよう伝達します。アキト君、今日の月の時間は？あれだけ厚い雲がかかっていたのが嘘みたいね。すごい。驚いてる暇はないわよ、吉岡。ここからが本番なのですから。それでは皆さん、準備はできたでしょうか？こちらに来てからずっと天候に恵まれず、星を見ることができませんでした。ですが見てください、この空を。我々の願いは届きました。時間はあまり多くありませんが、
充実した星見の夜にしましょう。それでは出発。それでは皆さん、まず最初に全員で同じ星を見ましょう。我々はムツラ星の会です。ですからやはり最初はプレアデス星団でしょう。こちらの導入が終わるまではそれぞれの機材の準備を進めてください。アキト君、何？わかった、アキト君も頑張ってね。ありがとう、助かりますわ。見つけましたわ。どうかしら。プレアデス星団の座標は赤経 56.85 度、赤緯 24.117 度です。アイピースの倍率はこれでいいかしら。私はみんなを呼んできますね。
では失礼して。しましたわ。さあ、次はあなたの番ですわよ。さすがにすごかったですわね。このまま別の天体も見たいところですが。それでは困ります。まずは全員にプレアデス星団を見せてあげないと。わかっていますわ。アキト君、こっちこっち。うまくできないの、手伝って。M42 オリオン大星雲です。あっちがプレアデス星団ならこっちもすごいのを見せないと。やはり経緯台での導入は難しいんですね。この辺りだと思うんですが。これだけ空が綺麗なら肉眼でも確認できるのではないかしら。なるほど。本当だね。光が送ってくれたのもすごかったけど、こっちも全然負けてないよ。
掘って光に送りたいな。そうしてみるね。まずは天の川さんからどうぞ。ピントも合わせてありますので。ありがとうございます。これがトラペジウム？そう、これが。やはり来てよかった。こうしていると楽に星が見られるわね。平気よ、風も収まっていますし。でも、ちょっとだけ、こうして手を握らせてちょうだい。本当に素晴らしい夜だったわ。だって、もう十分すぎるほど見たもの。あとは、ただ、こうしてゆっくりと。見えるかしら、星座たちが。
オリオンやアルテミス、その他無数の神々たち。そんな神々に人はどんな思いを重ねたのかしら。以前、私はあなたに聞いたことがあったけれど、アキト君、あなたはどうして星を見るの？好きだからですか。好きの形は人それぞれ。私自身、星のことを知るたびに変わっていったわ。その根底にあるものは、やはりあなたと同じ好きという気持ちにあると思うの。でもきっと以前の私では気づかなかったのでしょうね。私は恋を知ったから。恋を知って、愛に気づいて、そして人は変わっていく。お母様が言っていたわ。女の子は恋をするべきよって。それがどういうことなのか、私はずっと理解できませんでした。でも、今、この星の下で、人が星を思うように、私はあなたに恋しています。こうしていると本当に星が降ってくるみたい。ありがとう。違うわ。雪よ。あと、もう少しだけこのままで。星と雪の共演なんて、めったに見られないもの。私を連れてきてくれてありがとう。やはりあの時感じた運命は間違っていなかったわ。あなたは私にとって導きの星でした。
そしてこれからもずっとあなたと私が互いの運命でありますように。そうね。
この度紀天文部におきまして新入部員を迎えたと聞き及びました。つきましてはぜひともご紹介いただきたく筆を取らせていただいた次第です。ご多忙の中誠に恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。文章の通りですわ。言っても私の望みを叶えてくれないくせに。私、怖い？吉岡にも言われたわ、重すぎて怖いって。メローペはすでにお友達ですわ。吉岡ったらひどいのよ。こっそり作っておいた合鍵を没収するんだもの。みんなの動向が気になってたまらないお年頃なのよ。私？そうね、ひとまず演劇部というものに入ってみたわ。お母様のようには無理かもしれませんけれど、やはり演技の勉強はしておくべきかと思いまして。演劇というものもなかなか興味深いものね。日々楽しく過ごしておりますわ。最初はそんなつもりなかったのよ。でも演劇部の先輩がどうしてもって。ごめんなさい、怒っていますか？でも安心してください。グラビアの仕事はお断りしていますわ。人前で水着になるなんてとても耐えられませんもの。
肌を見せるのは恋人に対してだけですわ。この後ご予定は？ならちょうどいいですわ。今夜は新月なんです。きっと星も夜空で美しく輝くことでしょう。その顔決まりですわね。ですが素晴らしい星空を私たち二人だけで独り占めするなんて実にもったいない話です。今から全員に声をかけてみます。ムツラ星の会突発観望会ですわ。私も参加しろって？よろしくお願いしますわ。あんたもたまには行っといで。外に出て人と会えばちっとは働く気にもなるだろ。素敵な男性をご紹介しますわよ。よし、乗った。カノーさんとジンノさんもいらっしゃるそうですわ。準備はできていますか？あ、姫ちゃんだ。久しぶり。コロナさん、あ、我が妹よ。ごめんなさい、つい興奮してしまいましたわ。もう、はあ、ありがとう、アキニ。それ、今月に入ってから何回目ですか？確か15回目だよ。じゃなかった。15回目のはずです、部長。よしよし、よくできました。ありがとう、部長。私のメローペが吉岡のなでなでに。もうメローペじゃありません。彼女は我が名工学院の天文部員、つまり大下駄のコロナです。そういうことなの。ごめんね、姫ちゃん。いいえ、謝る必要はありませんわ。私は所詮過去の人間ですもの。それよりも一つお聞きしたいことがありますの。
何かな。実はコロナさんのご友人が天文部に入部したと小耳に挟みましたの。あ、うん、ひなみんのことだよね。アキ兄の後輩になったみたいだよ。本日の感動会にご招待できないかしら。あ、まあ、ちょっとコロナの口からは言えないかな。貴重な新入部員に圧力をかけるのはやめてください。その言葉そっくりお返ししますわ。どうしてそんなに私と合わせないようにしますの。いいじゃありませんか、一度くらい。ひなみんもちょっと趣味悪いよね。姫ちゃんより天の川さやがいいなんて。全く問題ありませんわ。さて、おしゃべりしている暇などありませんわ。吉岡、準備はできていて。もちろんです。まもなく出発できます。では早速参りましょう。先輩、望遠鏡はケースにしまってください。ケースはあなたが持つのよ、吉岡。あなたたちも、さあ急いで。こういうのお嫌いかしら。今夜は一体どんな星空が見られるかしら。行きましょう、私たちの星空に。では、出発進行。